Dear colleagues, thank you so much for the invitation to speak about the European Thyroid Association 皆様ご招待ありがとうございます。このレクチャーではヨーロッパ甲状腺学会 ETA の小児甲状腺結節と甲状腺がんのガイドラインについて作成委員を代表して話させていただきます。私は小児内分泌を専門とする医師であり研究者です。ウィルヘルミナ小児病院とプリンセスマキシマセンターで働いていますが、ここには2018年からオランダの小児がんの患者が集められるようになりました。これから ETA ガイドラインの作成部会と作成方法の紹介と将来の計画についてお話しさせていただきます。ガイドラインの作成は2019年の9月に始まりました。ご覧のようにヨーロッパの多くの国から内分泌、外科、核医学、臨床遺伝、病理学などを専門とするメンバーを集めました。また日本から高野先生に参加してもらいました。作成の方法について説明します。作成委員は3つのグループに分かれました。診断とステージング、治療、経過観察の3つです。まず2015年のアメリカ甲状腺学会のガイドラインを議論の土台としました。このガイドラインと見解が異なる点を抽出し、それを臨床上の問題点としました。それから文献検索に入りました。23個の臨床上の疑問点が出されました。それらに関する3251本の論文が抽出され、そのうちの45本が採用されました。これらの文献はそのエビデンスの品質のグレードを4段階で評価されました。非常に悪いから良いまでです。これらのエビデンスとメンバーの意見から専門委員会のコンセンサスが作成されました。推奨のレベルは次の2段階としています。強く推奨する、と弱く推奨するです。優れたエビデンスがある推奨は強い推奨とし、専門委員たちのコンセンサスが得られなかったもの、またはエビデンスが弱いものは弱い推奨としました。The target population for our recommendation are children, so the patients below 18 years of age presenting with a thyroid nodule or differentiated thyroid cancer.調査の対象としては18歳未満の甲状腺結節あるいは甲状腺がんを有する患者としました。子どもは小さな大人ではありません。子どもの甲状腺がんは大人のものと大きく異なります。まずその性質が異なり転移が多いです。また遺伝様式も違います。また治療に伴う後発的な副作用も大人に比べて重大な問題となります。ですから子どもに限定としたガイドラインが必要なのです。このヨーロッパ甲状腺学会のガイドラインは今年の10月に発行され、ここに示しているアドレスで見ていただくことができます。最初の項目は甲状腺結節についてです。我々は診断についてはジレンマを抱えています。どうやったら過剰な診断や治療を避けつつ悪性腫瘍を見つけられるかということです。これは日本においても重要な問題と捉えられていると聞いています。超音波検査をすればするほど多くの甲状腺結節が見つかるわけですが、問題はそれらを見つけることに意義があるのかということです。良性の結節を見つけることは避けたいのです。文献を検索した結果、 0.5 から 2% に結節が見つかることが分かりました。もちろんこれらの数字はスクリーニングの方法や定義で変わってきます。大人に比べて悪性の割合が 20% から 25% と多いのは重要な点です。
Here you can find the diagnostic algorithm that we made to discover the malignant nodule while avoiding overdiagnosis or treatment. これが診断のフローチャートです。過剰な診断や治療を避けつつ悪性腫瘍を見つける必要があります。このフローチャートでは、ゲートキーパーとなるべき人が2人います。1人は超音波検査の担当者です。超音波検査は、小児の診断の経験が豊富な人が実施すべきで、結節と頸部リンパ節を調べます。もう一人は腺子吸引細胞診の担当者です。採取された細胞はベゼスタシステムによる分類が出されます。甲状腺がんの診断が確定したら手術となります。問題となるのは変容切除をするか全摘術を実施するかということです。全摘術を実施すれば、再発生存期間や無病生存期間を延長できるかもしれません。しかし、低リスクの患者では縮小手術が選択できるかもしれません。しかし、これらを評価する論文はありませんでした。So we recommended that all children should have a total thyroidectomy. An exception can be made for those children diagnosed operatively after lobectomy with low risk. これが手術に関するフローチャートです。すべての子どもに全摘術を推奨します。例外としては、手術の後に発見された場合や、低リスクの場合は、専門家たちの判断で経過観察をすることもあります。リンパ節転移が疑える場合は、中央区域あるいは外側区域のリンパ節郭清が行われます。我々は予防的なリンパ節郭清をお勧めしていません。これはアメリカ甲状腺学会の推奨とは異なるため重要です。The prophylactic bilateral central nerve dissection has been shown to increase disease-free survival, and it reduces the risk for reoperation. 予防的な両側中央区域リンパ節郭清は、無病生存期間を延長し、再手術のリスクを低下させるかもしれません。しかし、これを実施すると、術後の甲状腺機能低下症や反対神経麻痺の頻度が上昇します。子どもの甲状腺がん患者の生存率は非常に高いです。しかし、20から30%の患者は副甲状腺機能低下症や反対神経麻痺を起こします。生存率の向上はこれ以上望めないことから、手術の合併症を防ぐことで QOL の向上を目指すべきだと考えています。このことから我々は予防的なリンパ節郭清は推奨しませんでした。予防的なリンパ節郭清は進行した症例に限定し、超音波検査で疑わしい所見がある症例のみ実施します。次は放射性溶度治療についてです。どのような患者をこの治療の適用とするというのは非常に難しい問題であります。放射性溶度治療を必要としない患者もいるかもしれません。我々は文献を調べましたが、組織型、ステージ分類、遠隔転移などで判断できるというような情報はありませんでした。すなわちこれは利益と不利益、共有意思決定の問題なんです。全摘術を受けた患者には放射性溶度治療を推奨します。これによって残存している甲状腺細胞を証明させることができますし、サイログロブリンによる経過観察が容易になります。投与量は個別に決めるべきです。それには治療に有効な量がどのくらいなのか、副作用の出現リスクはどの程度なのかを考えてバランスを取る必要があります。To restore euthyroidism, which of course is very important for the growing and developing. 放射性溶度治療の後で T4 製剤を投与します。これは甲状腺ホルモンを補助するためと、がんの成長や進展を抑制するために重要です。がんが消失するまでは TSH を抑制します。その後は抑制を弱めて最大1ミリユニットパーリットルまでは許容します。これは甲状腺ホルモンが過剰になることが子どもの成長、骨の強さ、精神状態、生殖機能などに悪い影響を及ぼすからです。成長期と思春期には6ヶ月に1回、それ以降は年1回 TSH と FT4 の測定を推奨しています。経過観察では頸部超音波検査を実施します。最初の5年は年に1回実施します。低リスク患者の場合、 T4 を投与中にサイドグロブリンが上昇する、あるいは抗サイドグロブリン抗体が上昇する、その他再発の疑いがあるときのみに検査をします。超音波検査については、我々があまり積極でないのは、偽陽性の所見が出ることを防ぐためです。超音波検査をすればするほど、過剰診断のリスクが高くなってしまうからです。
So this is our algorithm for follow-up for levothyroxine therapy. You aim with your TSH to be lowered, and then you follow 経過観察のフローチャートです。T4 製剤を投与の上、サイログロブリンと抗サイログリン抗体を測定します。これらが検出されないなら、リスクの高い患者のみ超音波検査を実施していきます。サイログロブリン、あるいは抗サイログリン抗体が検出されている場合は、超音波検査を実施の上、I-123cm や線維吸引細胞診を考慮します。サイログロブリンあるいは抗サイログロブリン抗体が検出されていて、さらに上昇している場合は FDG PET の実施を考慮します。これらが陰性の場合は試験的に I-131 の投与を考慮します。サイログロブリンが高い場合は、がんが残存している可能性があるからです。So the take-home messages are that the children with a thyroid nodule or differentiated thyroid cancer require expert care in an experienced center. まとめになります。甲状腺結節やがんを有する患者は、小児がんの診療に十分な経験を有する専門病院で診察を受けるべきです。子どもの甲状腺がんは大人のそれとは性質が異なるからです。子どもの甲状腺がんの予防は非常に良いので、むしろ治療による弊害を最小限にすることが重要です。症例の登録をしていくことで情報が集積され、標準治療の確立につなげることができます。So now the recommendation is finished. We will move on towards the first European registry for pediatric cancer. ここからはヨーロッパにおける小児甲状腺がん登録についてお話しさせていただきます。このがん登録はヨーロッパにおける希少な内部基礎疾患の登録事業であるユーレカの一部として実施され、さまざまな専門家が関わっています。アンブレラ型の登録で基本情報を収集し、疾患の頻度、経過の解析と将来の研究に使用することにしています。But also for future research. Here you see a big list of all the people already consented to working with us. 多くの専門家がすでに参加しており、近い将来新たな情報が報告できるものと期待しています。この度のご招待ありがとうございます。日本の学会で発表させていただいたことを光栄に思います。今回はオンラインでの発表ですが、いつか日本を訪れてお話しさせていただく機会があればと思います。もちろん、オランダを皆さんが訪れる機会がありましたら歓迎いたします。このような協力が子どもの甲状腺がんのより良い治療につながることを願っております。最後にこのガイドラインの作成に協力していただいた方々に感謝を申し上げます。特に昨年のガイドラインを改正する作業の際には非常に大変な仕事をしていただきました。どうもありがとうございました。